内山田武が退任し新会長に私豊田晃が新社長に佐藤浩二が就任することを決定いたしましたその内容をステークホルダーの皆様にできるだけ早く正しくお伝えするために急遽こうした場を設定いたしました最初に今回の決定の背景にある私の思いをお話しさせていただきます トリガーとなりましたのは内山田会長が退任されることですトヨタの変革をさらに進めるためには私が会長となり新社長をサポートする形が一番良いと考え今回の決断に至りました内山田会長は常に影になり日向になって私をサポートしてくださいましたこの場をお借りして改めて感謝申し上げます 本当にありがとうございました私が社長に就任いたしましたのはリーマンショックによる赤字転落の直後のことでしたその後も世界規模でのリコール問題東日本大震災など会社存亡の危機の連続でしたこの13年間を振り返りますととにかく必死に 一日一日を生き抜いいてまいりまりしたそれが私の正直な気持ちです危機に陥った時目の前には2つの道が現れると思います短期的な成功や一発逆転を狙う道と自分たちに強さをもたらした本質思想に立ち戻る道です私が選んだのは後者でしたトヨタの思想すなわち もっといい車を作り世界の各地域のステークホルダーに愛され必要とされる街一番の会社を目指す道です言い換えれば商品と地域を軸にした経営ということになりますこれは成果が出るには時間がかかり短期志向の人たちには理解も評価もされないいばらの道ですやはり時間はかかりました それでもグローバルトヨタ37万人がそれぞれの町のそれぞれの現場でもっといい車づくりに取り組んできた結果商品が大きく変わりましたクラウンやカローラといったロングセラーが息を吹き返し86やスープラといったスポーツカーも復活いたしました働く車商用車も大切にしております TNGA とカンパニー性と地域性この三つが相まって世の中が必要とするどんなジャンルの車でもそれを一番に考える人が会社にはいるそんな現場をトヨタの中に作ることができたと思っておりますそして2020年には継承すべきトヨタの思想を明文化したトヨタフィロソフィーをまとめました 次世代の経営トップが道に迷ったときに立ち戻れる場所になればと思っておりますこの13年間でバトンタッチのための土台は作れた私はそう思っております次に佐藤を新社長に任命した理由を述べたいと思います一つはトヨタの思想技所作を身につけようと 車作りの現場で必死に努力をしてきた人だからです。トヨタのトップにつく人はその体現者であってほしいと思っております。そしてもう一つは車が大好きだからです。レクサスのディーラー大会で何を伝えればよいか彼が悩んでいたことがありました。私がアドバイスしたことは私の真似ではなく 個性を大切ににしししてほしいいそそれだけですのの時の彼にこう言いました彼がこう言いました「森蔵さんが車の運転が大好きなら私は運転する人を笑顔にする車を作るのが大好きです」「自分の会社の商品を大好きだと言えるこれは本当に大切なことだと思います」 佐藤新社長であれば商品を軸にした経営をさらに前に進めてくれると信じておりますさらに付け加えるとすれば若さです正解がわからない時代に変革を進めていくにはトップ自らが現場に立ち続けることが必要になりますそれには体力と気力と情熱が欠かせません若いということは それだけで大きな魅力だと思います佐藤新社長には一人で経営しようと思わずにチームで経営してほしいと伝えましたこの13年間私が育ててきた人材は彼だけではありません多様な個性を持った多くの仲間を育ててきたと思っております未来を作るためにはイノベーションが不可欠です 私はイノベーションは多様な個性が同じ目的,目的に向かった時に生まれると思っております。佐藤新社長は私自身の役割の中で言えばトヨタの社長というよりはマスタードライバー森蔵に迫りトヨタレクサスの味を極めたいもっといい車を作りたいマスタードライバーの笑顔森蔵の笑顔を得たい その一心でやってきたと思います。私自身はどこまで行っても車屋です。車屋だからこそトヨタの変革を進めることができたと思います。しかし、車屋を超えられない。それが私の限界でもあると思います。佐藤新社長を軸とする新チームのミッションはトヨタを モビリティカンパニーにフルモデルチェンジすることです。佐藤も私と同じ車屋だと思います。彼は私が社長を引き受けた時に、時と同じ年齢になりました。彼には若さがあります。そして仲間がいます。私にはできないことでも新チームならできると思います。次世代が作る未来、 私はそれにかけてみたいこれからのトヨタにご期待くださいありがとうございました